ドアを音もなくゆっくりと開き、そこで時が止まった。誰？セレスさん？キリキリちゃん？僕らはそこまで深刻になることもなく、その場を解散し、それぞれ自室へと戻っていった。誰にも知られたくない過去や思い出、それらも僕らと外の世界を結ぶ立派なキーワード。そんなモノクマの言葉に正直僕はピンときていなかった。そんなことのために殺人なんて起きるわけがない、僕はそう思い込んでいた。24時間あるって言うけど、でも人が起きとる間ってやりにくいけん、どうなんやろ。寝て起きたらもう殺人起こっとったりするかな。でも楽観視していただけなのかもしれない。だから大した緊張感を抱くこともないまま、なんだか疲れてるのかな。今日はやけん眠い。でもさ、みんな鍵かけて寝るわけやろ。要は誰も部屋に入れんかったら殺されることはないんよね、夜の間に。僕は眠りに落ちた。その時すでに進行していた悲劇のことなんて、これっぽっちも知らずに。ああ、もうほら、死んだよ、誰か。誰？モノクマ劇場。だって、あのすぐ後ってことやろ？夜時間って言って部屋に戻ってきたんやけん。そんなに即決で誰かを殺してしまうといかんほどの秘密やったん？怖。ちょっと僕の話に付き合ってもらってもいいかな。世界に対しての態度というか、能動的と受動的との差というか、例えば殺しちゃったと殺したの差についてなんだけど、ほらやっぱりそういうことやって。絶対その暴露される人は誰かを殺しとんやろうけど、殺しちゃったの方やと思うんよ。そういうことやろ、この話。この違いが分かってない人って意外に多いんだよね。殺しちゃったと殺したは全然違うんだよ。僕の言ってる意味わかるでしょ？そう、仕方なかったとか、そういうの絶対あると思うよ。でもやっぱり、ね、みんなその事実として人が死んどるっていうことにしか目がいかんけん、結局バラされたら、っていうことなんよね。ってことはやっぱ悪い人なわけではないんや、今回の犯人も。殺しちゃったは誰にでもできるけど、殺したはできる人って意外に少ないんだ。冷静に考え判断を下し、行動に移すのって感情で動くのよりずっと難しいんだよね。覚悟が必要なんだよ、覚悟はね。で、何が言いたいのかって。それはね、さっぱりなんだ。教官を読んでくれたまえよ。予想通りって感じかな。よう、おはよう。おはようございます。びっくりした。うわぁ。ぷぷぷぷぷ。ナイスなリアクション。やっぱ君って期待を裏切らないよね。なんだよ、何しに来た？趣向を変えてみました。校内放送じゃなくて、直接起こしに来たの。あ、じゃあ全員の部屋回っていけよってこと？何のために？おもろいから。それと、せっかくだから僕の口から教えてあげようと思ってさ。誰かが死んだってこと？何をだよ。誰なんやろ。いいのかな、そんなにのんびりしちゃって。誰が殺された？仲良しクラスメイトの誰かさんに何かあったみたいなのにさ。は？はにゃあにゃ。どうったの？顔色が死に損ないみたいな青色だけども。何かあったって、どういう意味だよ。それを確かめるのはお前らの仕事。頑張ってね。誰かに何かあったって。それってもしかして。いや、そんなはずない。そんなことあるはずがないんだ。でももし。いや、もしなんてことを考えても仕方がない。とにかく今は、食堂だ。まずは食堂に急ごう。誰？なんかめっちゃ少なくね？苗木！無事だった。あ、でもそっか。一人一人の部屋にモノクマが起こしに行きよるとしたら、あえて出てきてない人もおるってことかな？怖いみたいな。お主もモノクマに話を聞いてここにやってきたんだな。やけん多分、トガミがここにおるやろ？トガミくんがここにおる。でも普段やったらおらんわけやん。でも誰かが死んだって聞いたけんやってきたんやろ、ここに。はがくれくん、朝比奈さん、大神さん、それに、戸上くん、この4人だけ？他のみんなは？
すでにモノクマの言葉を確かめに行っているか、あるいは奴の言う何かに巻き込まれているか。そんなに大勢、そんな巻き込まんでも大丈夫じゃない、一人で。何かって、もしやまた起きたのではあるまいな、殺人が。なんかここって絶対狙われんような気がするよね。確実に。なんか誰も殺しそうにないし、狙われそうな気もせんのよね。でも生き残りってそんなに多くもならんような気がするしな。わからんね。それはモノクマの言葉を聞いて真っ先に頭に浮かんだ最悪の可能性。最悪ゆえに真っ先に追い払われた可能性。だとしたら昨日のあれのせいってことか。はありえないよ。タカが思い出だよ。タカが、それはどうかな。そう思えない人間だっていたはずだぞ。自分を基準にして価値判断を行う。それがどれほど危険な行為か気づかないのか。どうなんやろ、誰かな、セレスさんかな。だったらなんで昨日そう言わなかったのよ。当然だ。もう忘れたのか。これは協力し合うゲームじゃない、蹴落とし合うゲームなんだ。わざわざ助け舟を出して俺に何の得がある。最低。まだそんなこと言ってんの。どうかしてんべ。リアルな話、洗脳でもされてんじゃねえか。待て。それよりも今は何があったのかを突き止めるのが先だ。でも巻き込まれとるか、確認しに行ったかって、確認っていうのは部屋にってこと？それぞれの部屋回りよる人がおるってこと？そうだな。では手分けして探すとしようか。部屋で殺されたとは限らんのか。行くぞ。何？どこに行くの？全く心当たる場所がないんやけど。あ、朝日奈ちゃん。あのさ、みんなの部屋ノックしてみたけど返事がないんだ。何が起こったのか確かめに行ってるのかな。だとしたら学校の2階とか、新しく行けるようになった場所だし何か起きちゃいそうだよね。新しく行けるようになった場所やけん何か起きるっていうのもちょっと意味わからんけど。まあ行ってみるか。いや、私これ今誘導されるわけじゃないよね。お。やっほー。おう。なあ、ナイギッチ、正直どうよ。何が？リアルな話。トガミッチ、リアルな話、洗脳されてるんだべか。いや、もともとああいう性格なんじゃないかな。さあ、そういうのって、ハガクレ君の方が僕なんかより詳しいんじゃないの？どういう意味だべ？だって、ハガクレ君は占い師でしょ？おいおい。ナイギッチ、それは大きな誤解だべ。いいか、占いってのはな。洗脳とか催眠とか、そういううさんくさい非科学的なものと全く違う。そこんとこ分かっといてほしいべ。占いだって科学的とは言えないよ。とか言ったら怒られるよな。まあね。でもどうなんやろう。なんかいろいろ統計とか、そういうデータみたいなのを見て、占いよんかな。それ占いって言うんかな？ちょっとよくわからんや。ただ単に分析しただけって感じやけど、それやったら。さあ、どこだ？誰が死んだんやろう？さっき普通に食堂で話しよった人の中に犯人おったりせんよね。なんか平気な顔して紛れ込んどるみたいな。図書室は？誰もおらんね。何？もうすでにいつも通りここにおらん？ここには何もないようだぞ。他を探してみろ。なるほど。何もないっすね。あとは、プール？何？水死体？やだな。誰が死んどんやろ。普通に教室っていうこともあるけど。いや、でもな。呼び出すとしたら、何かしらの施設よね。教室とかじゃなくって。その方がなんか理由つけれそうじゃない？あれ？プールってなかったっけ？あったよね。どこだ？どこ？こっちか。水蓮場。ああ、誰もおらん。男子更衣室。あれ？ドアが開くぞ。ロックがかかってるはずじゃなかったっけ？チャイムが。男子更衣室、男が殺された。男が殺されて、多分殺したのも男ってことよね。現在は
操作のためにロックを解除してあります。どうぞご自由にお調べください。操作のため、操作って決まりだ。やはりな、戸上くん。なるほど。今のモノクマの口調からしてやはり殺人が起きたのは間違いないようだ。そんな、それとあっちの更衣室、怪しいな、とても怪しい。お前もそう思わないか？あっちの更衣室って何？女子の方ってこと？え、怪しいって。え、更衣室はまだ誰も見てないようだな。ではまずは先に女子更衣室から見てみるか。戸上くんは独り言のようにそうつぶやき、そして僕の返事も待たずに女子更衣室のドアに手をかけた。ドアを音もなくゆっくりと開き、え、こっち？そこで時が止まった女か。え、誰？セレスさん？キリキリちゃん？え？なんて回答がある？え？その光景を現実のものとして認識するまでしばらくの時間が必要だった。なんか今までの中で一番怖くない？顔。そしてその認識が行われた後、僕の口からは自然と叫び声が溢れ出していた。殺したの絶対女よね。何これ、チャプター2、週刊少年絶望マガジン、非日常編。何それ、タイトル？いくら押さえつけようとしても無駄だった。地下から吹き出す湧水のように、湧水？湧き水？僕の叫び声は止めどなく溢れ出していた。けどそんな僕とは対照的に、妙だな。お前もそう思うだろ。戸上くんはテレビの向こうの話でもしているみたいにどこまでも冷静だった。なるほど。見ろ、藤崎千尋に死体を貼り付けにされている。それにあの壁面に書かれた血文字、あれなんて書いてあるの？血みどろフィーバー。血みどろフィーバーだと。なんともむごい殺し方、いや、むごすぎる殺し方だ。そうは思わんか。人が死んでるんだよ、むごくないわけが。そういうことを言ってるんじゃない。この殺人は素人がやったにしては猟奇的すぎるんだよ。前園彩花の時のように誰かが仕方なく殺人に及んだというわけではなさそうだ。まあ確かに確かに確かに。面白い。まるで快楽殺人のようだ。そう思わないか。マジか。え、殺しちゃったじゃなくて殺したの方やったってこと？その過去の彼が何を言わんとしているのか、混乱した僕の頭ではすぐには理解できな、え、できなかった。え、そしてそんな時間も与えられなかった。何なのだ。え、誰？猟奇殺人犯がおるってこと？中に悲鳴が聞こえたか何か。でもそんなやつがおるんやったらさ、こんな環境ってもうパラダイスじゃない？もう一気に全員、自分以外全員殺してさ、外に出たらいいんじゃないの？え、二重人格とか。藤崎くん、絶対殺したのは女よね。自分より力がないっていうか、なさそうな、あそこを狙ったって感じやと思うけん。死体が発見されました。家の自由時間の後、学級裁判を開きます。誰だ犯人。今のって。なんだ。そうか、前園の時はお前は気を失っていたから知らんのか。あれは死体発見アナウンス。3人以上の人間が死体を発見すると、あのアナウンスを流して全員に知らせるらしい。犯人宛てを公平に進めるためのものらしいな。でも場所は言ってくれんのやね。駆けつけれんくない？犯人宛てを公平にって。死体発見アナウンスって。じゃあ藤崎くんは？当然だ。そうだ、死んでいる。ここが二重人格で快楽殺人犯とかいうことはない？なんかありそうじゃない？意外性で言ったら。叫ぶ前に全員をかき集めてこい。どうやらまた始まるみたいだからな。命がけの犯人当てゲームが。
でも多分、あからさまに強そうな人は、あんな、ね、どう見ても弱っちそうなところは狙わん気がするんよね。すぐに石丸くんは更衣室を飛び出した。他のみんなが集まるのに時間はかからなかった、と思う。その時の僕からは時間の感覚なんて吹き飛んでしまっていた。とにかく、気づいた時には困惑と恐怖と怒りの表情をあらわにしたみんなが、藤崎さんを取り囲むようにして、その場に立ち尽くしていたんだ。